はい、なんとか。すみません、足が滑ってしまって。あの、ところで、今、私の腕を掴んでいる手を離していただけないでしょうか。ありがとうございます。あの、申し訳ありません。せっかく助けていただいたというのに失礼な真似をしてしまいまして、申し訳ありません。どうやら滑ったのは水だけのせいではないようだ。床が正面に向かって少し下がっている。わからない。Thank you.
かつてこの迷宮に侵入し永遠にさまよい続けた者たちなのかもしれませんわね。歴史書を読む限りでは、建国以前、この神殿が建てられる前から迷宮自体はあったようです。私も詳しくはわからないのですが。先ほど床が回りましたわね。ええ、一体何なのですか、あれは。私もここまで奥には来たことがありませんので何とも言えませんが、おそらくは今のも侵入者を防ぐための罠ではないかと。ええ、気をつけた方がよろしいですわ。ここは、ああ、僕ともあろうものがすっかり道に迷ってしまったじゃないか。君は、リゼルト、こういうありげな顔をしていて腹が立つが、正直味方に会えたことはものすごく嬉しい。どうすればいいんだ、僕は。ああ、副長、助けてくださいよ。同じ舞台のよしみで、可愛い後輩を助けてください。可愛いかどうかはともかくとして、あちらの方に階段がある。それを使って、一旦上に戻るといいだろう。さすがは副長、どっかのバカと違って頼りになります。さてと、とりあえずその階段を探すとするか。ん？その神々しいまでの美貌、誰かに似ているような。申し訳ありませんが、私、男の方にあまり近寄られたくは。ああ、失礼。きっとあなたはこの神殿に勤めているニコですね。いや、暗がりとはいえ、僕としたことが一瞬、女王陛下と見間違えてしまいましたよ。じゃ、そういうことで。またよかったらお会いしましょう。あ、
ここの部屋には何もないようだな。ええ、では早く参りましょう。そうですね。しかしこれだけ歩き回っても目ぼしい収穫がないとは。シェスター様、どうなさいました？陛下、伏せてください。え、早く。一体何が。しくじったか。ロアナ人にしてはなかなか鋭い。一度で仕留められなかったのは屈辱的だが、騎士が護衛についているとなればやむを得ないこと。あなたはまさかボルド軍の。お初にお目にかかります。ロアナ公国王であられるユリシア・シェル・アルディヒナ様、まさかこのようなところに来られるとは思いもしませんでした。なかなか殺しがいのある獲物です。私は運がいい。あなたの首は我が恩への良き土産となるかもしれない。おう、獅子王ビンスウェルト、あの悪魔。陛下、ここは我々に任せ、後ろにお下がりください。シェスター様。はい。あなた方の相手になりますか。構いませんよ。倒せばいいだけのことですから。ほざけ賊が。行くぞ。なかなかやりますね。ではそろそろ本気を出させていただきましょうか。アス、大丈夫か。アス、まさかアスリジェルド。そうですか、あなたがシーラ。ひとまず忘れます。女王の命はまた改めてということにいたしましょう。もっともそう必死になってまで奪うほど価値のあるものとも思えませんが、ね、そうしたところでどれだけロアナに影響を与えるかは知れたものではありません。代わりなどいくらでもいるのでしょうから。ではよろしければまたお会いいたしましょう。
女王陛下。でも、あの方のおっしゃっていたことは間違いではありません。確かに、私に王としての価値はありません。いなくなったところで、それほど国に影響を与えないでしょう。幸いにして、王族は大勢おりますし。何をおっしゃいます。陛下は、先王の義によって数ある王族の中から神に選ばれたお方だというのに。そうでしたね。申し訳ありません。情けないことを言ってしまいましたわ。いえ、そのようなことは。新手のボルド兵が来ないうちに参りましょう。あまりこの部屋にいることは良くないようですから。どうなさいました、リジェル。ミスラ、これで先ほどの扉が開くはずです。はい、この世のすべてに光を与えし、ミスラが我らに導きの光を与えてくれることを願いましょう。あのボルドの女がこれを持っていたということは、奴らが先に進んでいる可能性が大いにあるということか。アス、急いでさっきのところに戻ろう。